寝たら即帰宅の旅。というか明日も早いんですよね。そうなんですよね。リハしてるんだもんね。そうなんだよね。6週間ありがとう。そうなんだよね。47だと、あ、そうなんだ。じゃあなんだっけ、何を話そうとしてんだっけ、ちょっと忘れちゃった。あ、リハ早いです。早い早い、明日も早い。でもちょっとね、まだ今から覚えないといけないことあって、覚えて練習して、明日通し練習とかあるから、絶対に間違えれない。絶対に間違えれない、嘘ですね間違えちゃうかもしれないけど、ちょっと練習して、明日は6時からなので、それより前に起きて、なんかあったかい左右じゃなくて、左右から進化します。左右部じゃない、紅茶部になるんだ紅茶部になるんだ、私は紅茶部になるよ。今回は紅茶部で行こう。寝落ちしない。半目だけ 寝とこうか。今ウインクして、ウインク状態、こうやって寝ませんよ。寝ないよ。だって今寝たら私もうダメだからね。練習するから、この後まだ寝れません、私は。そう、目描いとくか、まぶたに。何分に なるかな、何分になるじゃなくて、あと何分なんだろう、あと何分なんだ。あと7分、あと6分、あ、まだ時間ありました。みんな今日疲れました？あ、そっか、月見ミラボの投げ納めラストか。タカッピさんありがとう。今日って何曜日だっけ、木曜日、水曜日、水曜、木曜、なんだっけな。木曜が、木曜日か。木曜日なので、そうだな。金曜、明日でラストね、平日。そうね。あいち、マリアさんとどう？マリアさん、ラブです。マリアさん、安心するし、なんか教えてくださるね、ダンスを。
お優しい、本当に。3連休か。そっか。あ、にゃおんさん、ありがとう。10個もありがとうございます。そうね。オンライン握手会が土日あるからね。ファンの方とちょっと、ね。話せるのは嬉しいわ。二人ともありがとう。一元から学校、はい、頑張ろう、本当に頑張ろう、本当にパワーを与えるよ、配信で。葵ちゃんさん、ありがとう。今日がこれがラストの初日、ラスト配信。この画角初めてなんですよね。ショールームの配信で初めての画角。すいませんけど、ちょっと本当にちょっと眠く、で公演とかさ、やっぱ明日もあるしさ、もう一番最後のラストの配信はこういう画角になってる可能性が高いです。すいません。でも寝ないからね。うん、寝ない寝ない、寝ないから、絶対に絶対に寝ないからね。寝落ちしないよ。うん、寝落ちしないです。絶対にね。あ、誰だ？誰投げたんだ？誰を投げた？福木屋さん、ありがとうございます。これはちょっと、あのね、画面越しの、あの、共同生活という、ショールームイベントはそういう形になってます。本当にそれぐらい配信してするじゃん、何回も。だからもう本当に一緒にもはや生活してるんじゃないかという感覚に陥りますよ。はい、よろしくお願いします。ソンミン飛ばしてますよ。ソンミン飛ばしてると思うんですけど、皆さんこの調子で本当に、あの、初日、今日初日だったんですけど、あの、まだまだ続きますからね。21まで続くから、まあ一緒に頑張ってほしいなって思ってるよ。よろしくね。よたはちさん、え、くす玉タワー、くす玉タワー、ちょっとありがとう。最後の最後に、あ、ピケ様お疲れ、ありがとう。なんか本当にまだまだこれから順位が変わっていくと思うんですけど、なかなか変わるかもしれない、本当に変動すると思うけど、まあみんな一緒に頑張ってほしいです。よろしくね。みんなおやすみ、もうあとちょっとで終わりなんで、おやすみなさい。バイバイ、おやすみ。